今年の3月に、ダボス会議、通称ダボス会議、世界経済フォーラム会議だったかな、うん、でそこの中で家庭菜園を禁止したらどうかっていうお話がね出たというニュースが世界中に流れたわけさ。で俺それをね Facebook の家庭菜園仲間に、シェアしたと。記事を引用してね、外国語のページをね、当然俺も翻訳して読んで、確認してシェアして、こういう話が出たみたいだよとシェアしたら、今日6月8日に、Facebook から、その記事を削除しますと、削除されましたっていう報告が来ました。でその理由が、あなたは誤解を招く方法でいいね、フォロー、シェア、動画の再生数を増やそうとしたようですとね。俺そんな気持ち一切ないし、そもそも Facebook は俺の主戦場じゃないから、サブ中のサブ、サブのサブのサブのサブっていう感じでやってただけだからね、昔からやってたからとりあえず残しておいてるっていうだけで、別にそれを伸ばそうとは思ってもいないの。伸ばしたいのは YouTube だから、そういう目的は一切ない。で、俺がやったことって言えば、そういうニュースが、まあ、世界を回ったの、流れたわけさ。で、こういう話が出たみたいだよっていうのを、ね、だよっていうだけで、これの文言で言うと、世界経済フォーラム、通称ダボス会議で家庭菜園禁止の話が出たそうですって、あとは外国語のページを引用したっていう形なんだけれども、それだけで俺がいいね稼ぎをしようとした、フォロー稼ぎしようとしたって、再生数稼ぎしようとしただよって言われたわけさ、Facebook から。そうすると俺面白くないじゃん。本当に。本当に面白くなくて。ね。そもそも Facebook 自体は俺本当にね、まあ、仕事としては使えない媒体だなって思ってて、いや、もう消そうかな、アカウントと思ったけど、今までの付き合いもあるから残してたんだけども、そのくらいの認識のところにそういうふうなことを言われると、やっぱり面白くないなって思うのね。で、Facebook は前からそういう検閲をしているとか、言論統制をしているっていうような噂、疑惑が持たれてる場所ではあったわけさ。なお、今回それで俺、今回のこの削除と削除理由とか、いろいろ考えると、俺は疑念が深まった。けれども、確証はないけれどもさ、疑念は深まった。俺の中では疑いは深まった。信用がちょっとできないなっていう感じになりました。ね、まあ、でも Facebook を使うことは使ってもいい。使うなっていう話ではないし、使うなら使ってもいいし、みんなね。で、俺も一応アカウントは残しておくけれども、いつか削除されるかもしれないけれどもさ、この調子でいけばね。うん、まあ、それはそれで仕方ないんだけれども、ただ単に俺はそういう記事を、外国語の記事を引用してきて、で、こういう話があるんだってっていうのを仲間にシェアしただけなんだよね。出たみたいだよ。ただそれがなんか、誤解を招くようなやり方で、いいね稼ぎをしましたと、フォロワー稼ぎしましたとか言われて、なんか本当にね、なんか変じゃないっていうのを思ったのを、今回動画でやっぱシェアしておきました、おきます。で、これについても同じことの堂々巡りだから、もういいんだけれども、ちょっとな、一応アカウントは残しておくけれども、Facebook はもう本当に手引こうかなって、俺は YouTube でとりあえず1万人、あと250人って言って、この今の時点でね、ここまで来ました。今全世界で6370万人 YouTuber が登録されてるソーシャルブレードっていうところで見ると、俺上位 3% ぐらいなのさ。そこを伸ばしたいのに、その力を、そこに力注ぎたいのに、一応 Facebook をサブでやってたけども、そこの Facebook に使う貴重な力、体力とか気力とかも節約して YouTube の方にね、せっかくそこまで上位 3% までいけたんだったら、もう少し頑張ろうって、そっちの方に力入れた方がいいなっては思ってはいたんで、まあいい機会かなって思って、Facebook はとりあえず本当に奥にしまってしまおうかなと思いました。まあそれでも今までのね、つながりの中でメッセンジャーで連絡来たりするから、そういう意味ではアカウント残しておくけれども、とりあえず主力、サブチのサブからも落としても、置こうかな。とりあえずアカウント置いとくけれどもね、連絡したりするから置いとくけれども、まあ使うことはやめておいた方がいいかなって思いました。とりあえず YouTube 頑張りますってね。とりあえずそういう風な、俺は Facebook に対する疑念は深まりましたっていうのを、まあ相当怒りっつうか、モヤモヤっつうか、まあ怒りだろうな、をあったんで、その気持ちを動画にしたという形です。皆さんはどう思うかなと。俺はちょっと、嫌だな。って思った。ただ引用しただけなのにさ、こういう話があったよっていう、その記事を、ページを引用しただけなのに、俺が誤解を招くようなことをしたってね、言われるのはなんか腹立つから、とりあえずそういうことをシェアしました。とりあえず今回の動画はこれで終わりにしたいと思います。
皆さんはどう思うかなっていうのを、まあ、もし思うことあったら教えてください。こういう情報があったよとか、Facebook はこういうことも過去にあったよとか、俺知らないことあったら教えてもらいたいなって。で、Facebook のいいところもあったら俺に教えてくれてもいいし、ね、教えてもらいたいし、ね、そういうことあったらコメントで、教えてもらいたいなと思います。